半魔家の本家の本物貴族の半魔岩尾先生です。までのね、人間と私上の生物と言っておりましてね、本物の天皇というか、イギリスエリザベス女王とかいうのいますけど、もうあれは作り物なんですね。人間たちが昔大統領として作った普通の人間なんですけども、私は本物の王なんですね。で、人間たちにはね、人間たち自分たちにはと同じ人じゃないと仲間にしないんですよ。ですから本物は嘘ついて自分たちの仲間だけで作るわけですね。これが歴史的にあって、で実際大きいね動きは全部私が知ってるんですね、本物の方。ただね、私はね、地球と太陽が生まれる前にも生きてまして、王はもうやめちゃおうと、手間かかるんで、部下なんて作って手間かかるんで、もう独立しちゃってはいるんですよね。だからただ人間で王とかなるのにはちょっと体が違うんでね、全く無理な話でね。でということになるとね、私が本物の王であるというようなことになっちゃうんですね。もう大昔に王は独立しちゃってんですね。でターミネーターじゃないけども人間よりか頭のいいロボットみたいなものを作っちゃって、それだけで運営しちゃってたんですよね。でただ、そういうことをしてロボットでもコンピューターの頭のいいのを作っちゃうと生物になっちゃったんですね。それでまた根源から戻ってきちゃったんですけれども、というのはね、私の能力の同じ相棒というか同じ生物を生むとね、力が強すぎる、縄張りが広すぎるということで、宇宙の生物たちがね、やめてくれというねことで、私一人になってた。で何でもやろうと、力強すぎるんで縄張りも広くなるんで、ということだったんです。だけどもそれで自分だけでやってて、ね、人間よりか進んだね、ロボットを大昔に作ってねやってたら、そのロボットも生命持っちゃったんですね。だから生物になっちゃったんですよ。でそれで問題が起きて、ガチャガチャやっててね、また地球と太陽を私が育てて今のね人間たちの中から生きてきたというんですね。だから僕は地球の歴史っていうのは宙に浮いてたんですね。だから本物貴族だけども本家だけども、それは自分で作っただけで、育てただけでね、地球のね上でなんか地球を見てました。だから地球にはいなかったと思うんですよね、私はね。でぷかぷか浮いてたけど、イギリスエリザベス女王というのはね、やはり私がいるんで、女が補足して、私が許可したわけじゃないけども、私と対抗すると問題があるからということね、私は宙に浮いてたような気がするんだけどね。それからそれに対抗するために、人間たちが私を対抗するためにね、殺し屋ですねを天皇が生まれてきたのね、反発者ね。で私は大昔に王であってんだけど、独立しちゃってんで、そういう反発者ではもうなくなってたんだけどね、勝手にやって王になりたかったらいいし、女王になりたかったら勝手にいいというようなことだったんですけども、力は強いんで攻める人を作ってきたんですよね。いろんなとこを作って、で自分たちのちっちゃなことばっかり歴史に残して本にしてたんだけど、もっと大きいこと全部自分たちの都合悪いから、自分たちでやってるわけじゃないから、人間たちがね。でまだ人間にはなってないと思うけど、今の人間はね、私がお手本に宇宙に相対的に作ったものですよね、が人間でね、それに値しなければ人間と言えないわけですけどね。
このエレクトロニクスの発展は私が生まれてきて私が勉強するために用意したものであって、人間のためにね用意したもんじゃないんですね。私が若い時に勉強するために用意したもんです。だから前もっても私が人間に生まれる前からもう準備してたわけですね。で、宇宙にねそういう法則歴史があるんで、私の場合はね、ここら辺をねよくね知っていただきたいって言って、日本で売ってる君が代の岩尾というの名前が私なんですね。じいさんとか父はガンってね同じ字を書くわけですけど、そのために歌われてるんですけど、人間が味方関係じゃなくて気をつけろということで架空に流してた曲ですよね。世界の人たちが、日本人が決めただけじゃないんですよ、ね。で、福島原発もね、マレーシア国の撃墜も私の攻撃のために作った付け火なんですよね。事故じゃないんですよ。で、今最近で大きいことはそういうことですね。私が東京から茨城県の方にね移って、ちょっと若い時は弱いんでやられてたんで、成長するために逃げてきたんです。成長するまでね、若い時はまあもう人間の言いなりですわな。だから東京なんか特に人数多いから大変だったんで都会に逃げたんですね。しかしね、創価学会とかね、法務教みたいな信者のが殺し屋の派遣が来まして大変だったんですね。そこでまた大変な茨城県の大変な事件がたくさん出てきて、最後には福島原発つけ火ですね。わざともう死ぬのはもう平気でね、人間たち中の管理人はね。で、東京の代表からとバックは世界の人間たちのつけ火ですね。で、東京代表になって総理大臣、そもそもそういう命令してですね、わざとつけた事件ですよね。まあそんなことをよく知って